皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、普段、あまり行かないちょっと遠方のハードオフに行って、その時に買ってきたものを、まあ、動画のネタにしたいと思うんですけれども、それはこちらです。よっと、はい、こちら分かりますかね。はい、プレイステーション3です。はい、こちらはですね、PS3 の中でも、はい、この辺がちょっとクロームになっているのが分かりますかね。ピカピカの銀色になっているんですけど、まあ、いわゆる一番初期型の PS3 で、PS2 にも対応したゲームキーなんですけれども、こちらはですね、ハードオフで、状態としては YLOD イエローライトオブデートという状態で、まあ、いわゆる赤点滅故障というものなんですけれども、ここのですね、上のところに電源ランプがあるんですけれども、電源入れた時にここの電源ランプが赤く点滅して、立ち上がらないというような状態なんですけれども、その YLOD がなぜ起こるかというと、このケース本体の中にある CPU と GPU が、基板にこういう丸いハンダボールというやつで、こうハンダ付けされてるんですけれども、この初期型の PS2 は特にその熱がすごくてですね、その動いている時のこの加熱した状態から電源切った時の低温の状態にこの温度差が結構激しくて、まあ、使っているうちにそのハンダボールがですね、こうクラックを起こして、基板とまあその CPU と GPU の間にこう空間ができて接触不良が起きて、それでその赤点滅が起きてもう起動しなくなるという、まあ、それがYLOD の状態なんですけれども、まあ、ただこの YLOD の状態っていうのはですね、まあ、割と簡単な方法で直すことができるということなんですけれども、まあ、一つの方法としては、この本体をですね、もう完全に分解して、もう基板1枚の状態まで分解して、その CPU と GPU にこちらヒートガンですね、ヒートガンでもって熱風を当てて、いわゆるそのハンダのボールのクラックを溶かして、でハンダをこう復活させるという、まあ、方法があるんですけれども、まあそれはまあ一番確実かとは思うんですけど、まあ、ちょっとそれには下準備が必要だったりするんで、その一歩手前で、はい、もっと簡単に修理するというか、まあこれはあくまで応急処置なんですけどね、その仮に治ったとしてもまた同じようにハンダボールのクラックを起こして、また YLOD に陥っちゃうという可能性が非常に高いんですけれども、まあ、当座の、その応急処置として、この立ち上がって、ゲームができる状態までには持っていける可能性があるという方法があるんですけれども、それはですね、こちら、さっきのヒートガンですけれども、こっちはですね、普通のドライヤーです。はい、こちらを使ってですね、この PS3 の背面なんですけれども、この PS3 の背面に、ここにスリットが。ありますけれども、はい、これは内部にあるでっかい放熱ファンの、吸気口と排気口なんですけれども、こっちのちょっとバーコード貼ってある方側、ちょっと上、まあ、画面上では上側なんですけれども、こちらが排気側ということで、この排気側の、まあ、近くにその CPU と GPU があるというところなんですけれども、そこにこのドライヤーを使って、熱風を送り込んで、でその CPU と GPU を、まあ、外部から加熱して、でそのハンダクラックを直しちゃおうという方法なんですけれども、まあ、これは あまりその治る確率が低いんですけれども、まあ、それで、まあ、応急処置として治ったっていう報告もいくつかあるんで、まあ、今回はですね、その簡単な方の、まあ、小手先の、まあ、修理方法で、この PS3 が復活するかどうかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあまずはですね、この本体が本当にYLOD の状態なのかっていうのを確認するために、本体の電源入れてみたいと思うんですけれども、
今現在これ、後ろのメインスイッチが入った状態でここですね、一応通電はしてます、はい、通電だけはしてますけど、これで電源入れたらどうなるかっていうのをちょっと見てみましょう。はい、というわけでピピピッといって、まあ、赤く点滅してますよね、はい、というわけでこれまあワイルオーディの状態ってことは間違いないですね、はいはい、というわけで実際に加熱をしていくわけなんですけれども、このプレイステーションの本体、一応ハードディスクもちゃんとついてるものなんですけれども、まあ、加熱をする前に一応このハードディスクだけちょっと外しましょうかね、これはちょっとやっぱり熱加わっちゃうと、まあ、こっちが壊れちゃう可能性もあるんで、ハードディスクを外します。こういうなんか取っ手みたいなのがありますので、これを掴んで右に動かす、で引っ張るとハードディスクが外れます。こちら 2.5 インチのハードディスク60ギガですが、悪名高き C レートですね、はい、うちにあったパソコンのハードディスクなんですけれども、 C レートのハードディスク2台とも壊れました、はい、あまり評判がよろしくないハードディスクですよね、これね、はい、そうしましたらば本体を後ろに向けて、でこちらのバーコードが貼ってある側のスリットですね、こっち側のスリットに向かって熱風を吹き込ませたいんですけれども、ドライヤーをまあこんな感じで置いてですね、温風をこの中に吹き込ませようと思うんですけれども、この机の上で直に置いてやると、もしかするとこのドライヤーが加熱してちょっとテーブルを焦がしたり溶かしたりしちゃう可能性があるんで、ちょっとこいつをよっと、はい、これわかりますか、でっかい石です、はい、これはですね、まあ、うちの父がですね、まあ、以前石材業に勤めてましたので、うちの庭にはですねこういったあの墓石の端材なんかがいっぱいあります、はい、でもこれを置いとけば、まあ、この石から下にこうかつに熱が伝わらないようにという、まあ、熱よけですね、うん、これを挟んだ上でここに PS3 を置いて、でドライヤーを置いて、でポンプやってみたいと思います。はい、というわけでストップウォッチで、10分計りつつやっていきたいと思います。じゃあスタートします。というわけで、10分経ちました、はい、というわけで、10分間この温風を、PS3 の中に送り込んだんですけれども、ちょっとねこの温風が直接当たったとこはやっぱりこう触れないくらいちょっと熱くなってるんですけど、まあ、そこはそんなに熱々にはなってない、まあ、そこ外までこう熱は伝わってこないとは思いますけど、この状態で、30分から40分冷まして、熱が完全に冷えるまで待ちたいと思います、はい、というわけで40分冷ましました、熱はですね、まあ、抜けて全然熱くない状態に戻りました、はい、じゃあこれでちょっとね、テレビつないで、立ち上がるかどうかちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあこれで治ってるんでしょうか。後ろのメインスイッチオン、はい、これで一応通電はしましたね、はい、これで電源入るかどうか、おっと、あー、ちょっと最初よりは起動なんかラグがある感じで、ちょっと希望が持てましたけど、やっぱりこの YLOD の状態は変わりますね、はい、ということで同じことをですね、もう一回だけやってみて、
ダメだったらちょっと、まあ、別の方を考えようかなと思います。でこの PS3 なんですけど、本体の底面ですね、ここに、本来は封印シールが貼ってあるんですけど、それが剥がされてますよね、これね、はい。なので、前のユーザーさん、あるいはそれ以前の人かもしれませんが、まあ、この本体、壊れちゃったことで、封印シールを剥がして、分解した上で、修理をしようとした形跡があるっていうことですね、これね。なので、修理できなくて、これを手放したという感じになるんじゃないかとは思いますけれども、まあ、次回ですね、こちらの修理に、挑戦してみたいと思います。